はいどうもピオキングです。今日はみんなでバトルやっていきましょう。先日出した実写動画でキーホルダーの抽選があるじゃないですか。あれ意外とですね、8人以上も集まることができて非常にですね僕嬉しく思っております。6月に入るとすぐにですね抽選結果の動画を出したいと思うんで、それをね楽しみにしてておいてください。よし、それじゃ始めていこっかと思ったガリガリさん、危ないなよし、まず最初は勝てるといいけど、このまんま行こっか。うおい、これはどうしよう。これ待っておくか。待って、よし。まずね、ファイヤーボールを取ったらもう当たってもいいと思うんですよね。当たってもいいと思うから早めに行こっか。で、ジャンプ。よし、ルイージ上から行ってミスったな。これは勝てると思ったら中間ポイントか。よし、早めに行きましょう。ダッシュしていこっか。で、これはよし、で待って待って、これよーい、よし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 、このまま走っていく。まずい、これは非常にまずいですよ。スター、マジで、ちょっと待って、スターはずるい、ルイージのスターはずるい。おーい、おーおーおー、ちょ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 、あぶねくっそー、やば、これルイージ勝ったかもしれん。これ負けたっぽいな。大丈夫、あそこにさっきルイージが通っていった場所にねスターがあるのは分かりました。この辺だったっけ、違うやっぱルイージか。そして最近僕ね、みんなでバトルが意外とおろそかになってるんですよね。ちょっとスーパーマリオメーカー2を出すときはみんなでバトルを多めでいきたいと思います。多めってっていうか、スーパーマリオメーカー2を出すときはね、みんなでバトルをちょっと中心的にやっていきたいと思いますいつ S プラスになれるんだって話だろうけど、僕の実力じゃまだまだかな。で、これは猫マリオを取っていきたいな。猫マリオちょうだい、これか、 OK、 よし、あぶね。で、上に行く。どっか、このパックン、よし、これかな、よし、 OK、あっうっそ、もうそっか、猫は確かああやって取れたね。で、これはこいつを倒せばいけるはず、オッケー。そして次は、うっそー、なるへそ、これは待って、これまずくない、じゃあオッケー。で、じゃあ、おい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 、ちょっと待ってくれちょっと待ってくれ、鍵がそこにあるの分かった。あ、なるほど、中間ポイント取っておいて、待って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 、もうごちゃごちゃしすぎごちゃごちゃしすぎ、待って、俺もその猫が欲しい、猫が欲しい、オッケー。そしてどこだどこだ、よし、オッケー。そしてゴールではない、ゴールではない、まずいな、これは。よし、ここら辺で待機しておこう、この辺で待機しておこうよし、で、2回目、今も2回目でしょ。次で、この辺か、お前クッパかよ、違う、俺が倒したいのはあなたじゃないんだ。あ、まだなんかあるっぽい、まだなんかあるっぽい、よかったよかったよかった。これは何もいなくない、このクッパか。クッパどうやって倒すんだろう、クッパは、クッパどうやって倒すんだ、これ、この猫カキみたいな、これで頑張って倒すみたいな、結構厳しくないそれ。ちょっと待って、ちょっと待って待って待ってやられるから、俺やられちゃうから、どうしようこれ、どうしようこれ、どうやって倒すの、どうしよう、いけないもんな、上にファイヤーボールがあれば一番いいんだけどね。みんな協力しよ、みんな協力しよ、そろ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 みんな協力しようぜ、みんな猫かきで、猫かきで頑張って倒そうじゃないか。よし、いけるいけるいける、うおちょっと待って、やられたら元も子もないな。じゃあ、オッケー、待って、何やってんのこのキノピコ、キノピコじゃない、キドピオ、何やってんだ。よし、まずキノピオを倒したけど、ちょっと待ってね、これは勝つためには仕方ないんだ、キノピオ。よし、よし、オッケー、誰だ、お、俺じゃん、俺じゃん、よし、オッケー、ここでゴールではないマジかよ、ここでゴールと思ったんだけどな。
じゃあこの子、この子を一番右まで落とさなきゃいけないってことか。オッケー、なるほどね。まずしっかり倒していきましょう。よし、落ちれ、落ちるんだ。よし、待って待って、よし、俺じゃん、やったやった。え、誰も来てない。あ、そっか、ドアだからか。今日勝つ波来るんじゃない。いや、前回っていうか、ずっと前からね、まあ負ける波が来てて4920、30ぐらいあったんですけど、もう今4700まで下がってるもんね。せめて S プラスに近い、まあ5000手前ぐらいまではね、ささって取り戻したいよね。お、今回はみんなレート一緒ぐらいだ。っていうことは力量も同じぐらいかな、もしかしたら。それじゃあぜひ勝ちたいね。さて、お、なんか良さそうなコース。別に運感のあるコースじゃなさそうだけど、よし、上から行きましょうか。で、まずプロペラ、オッケー、よし、一番手に行こうも。で、ちょっと待って、これ怖くない？これちょっと待って、危ねくね？これ、よし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 。で、このままジャンプして、大丈夫、こっち、オッケー。そしてこれ中間ポイント、よし、もう無視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 していこう。これは多分ね、無視していっていいと思う。ちょっと待って、あんまり行き過ぎたらやられるやられる。よし、 OK、 これは連続勝ちいけたらいいけど、待って、これ危ない危ない。よし、で、かき棒を、俺が待ってくれ、待って待って、マリオやった。あ、ちょっと待って、よし、ゆっくり行こう。おーし、よし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 やった、よし、キノピオおいで、キノピオおいで、よし、オッケー、2連勝やったー。めっちゃ興奮したわ。久しぶり2連勝、ほんと嬉しいんだけど。いや、今日はですね、きっと勝つ波がね、めっちゃ来てると思う。あの絆の星 TV さん、めっちゃ強い。あの人も2連勝で6500か。あの人に勝てればめっちゃ気持ちいいよね。まあ、S プラスの、まあ、6000超えの人とかに勝つのが一番気持ちいいんですけど、確かあの人キノピコだったね。そうそう、このキノピコね。よし、キノピコには負けで。あ、上か、そっち、あ、キノピコ死んだよし、じゃあこのまま左に行きましょう。うお、え、こっち外れ、外れっぽいか、これ大丈夫、これとりあえずこの亀の甲羅持っていこうか。亀の甲羅持っていこう。これ攻撃できるくない？ねえ、これ攻撃できるよね。うお、ちょっと待ってくれ。よし、待って待って待って、いつ攻撃すればいい、いつ攻撃、この辺か、この辺で攻撃するのか。いやーうおー自滅するとこだったわ。待って、これね、まずキノコ取っておこう。ここで危ない気がする、めっちゃ危ない気がする。え、待って待って待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよしよしよし、あのキノピコには絶対負けない。あ、待って、ちょ、よし、あ、なるほど、こいつを乗っていけばいいのね。オッケーオッケー、ちょっとね、動かんでおこう。このままゆっくりしておこうか。ねえ、マリオ、なんだい、ルイージ、そんなに見つめ、あ、そっち見ないでよし、で、これは上に行くやつに乗ればいいの、このリフトに。オッケーオッケー、この待ってる時間まどろっこしいな。よし、これはファイヤーベイ、ファイヤーベイを取って右に行く。オッケー、うおやっぱ落ちてくるか、落ちてこないと思ったけど、よし、中間ポイントゲット。そして上に行きましょう。絆の星 TV、 さすがにやるな。で、これは右に行って、うわーい、ちょっと待って待って、危な、絶対一番下まで今落ちたと思った。一番上まで上がってみようか、一回。どっちに行けばいいんだろう。このまま上に上がって、あはやっぱ絆の星か。絆の星さんはじゃあ今3連勝ってことでしょう。次来ないかな。今ね、連続で続けるしたから、もしかしたらね、絆の星さんまた来るかもしれない。いないいないな、やっぱり。
あのさっきのキノピコにリベンジをしたかったけどいなかったね。まあそれはいいとして、このコースに集中していきましょう。でしゃがみジャンプをね、僕ねもうちょっとうまく使えたら、うそ落ちた。まあまあまあ、まだ負けって決まったわけじゃないし、落ち着いていきましょう。ルイージは落ちてないし、でこれを危な、よしよしよし、でジャンプジャンプ、オッケー。でこれ落ちていいの？いいねいいね。もうね当たってもいい作戦、もうね当たってもいい作戦でいきたいと思います。ナイス、オッケー。ジャンプ、待って、ここで大ジャンプはまずい。いや、よかったよかった、大丈夫大丈夫。よし、当たってもいいって言っても当たりすぎだよね。よし、これはなかなかチャンスだと思うんですよね。ちょっと落ち着いていこうか。まあ結構差はあると思うし、 OK で火、よし、火を回避、ナイス。そしてこのままファイヤーを取っていく。 OKOK でしっかりねこのこの赤髪を当てていく。よし、そしたらゴールではない、ゴールではない。よし、待って、俺倒さねえぞ、俺倒さねえぞルイージ。よしよしよし、ジャンプ、もう一個、もう一回、またまだまだまだ、オッケー。そしてここで鍵を取ってゴールってきっとなるんですよね。危ねえまあ当たってもよかったけど、さっき僕がですね中ボスを倒さなかったのはルイージがチビだったからです。ルイージに戦わせておいたら、まあルイージがやられる確率っていうのが上がるから、そっからが僕のターンですよね。まあルイージはやられてくれると思いましたから、そっからね僕がボスを倒してゴールっていう作戦をね、まあ急にパッとね浮かんだわけなんですよ。これもバトルの戦略の一つですよね。はい、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。THOR なんだろう、ショアーみたいなあ、これはまずどうしようどうしよう、いや土管に入るか上にこの猫になるか、すげえ悩ましいところだな。もういい、もういい、俺に土管の選択肢はない。あ、もう、あーどうしよう、これはもういい、土管あんま意味ないやん、嘘。どっちだ、どっちが最初取る、俺。よし、オッケー、来た。よし、じゃあこのまま行きましょう。で、ちょっと待って、もうひどいそれ、マジでひどい。よし、オッケー。で、うわーい、マジでその辺にあるんだ。何このラストコース。いや、締まりが悪いわ、締まりが悪い。これはね、ラストとしてふさわしくない。もうちょっとラストっぽくさ、やってやったぜ感がある、まあ、コースを最後にしたいよね。だからもう一戦行きたいと思います。これがね本当のラストバトルです。じゃあこのまま走っていくか。うわー、よし、でしゃがみジャンプを僕ね上手くなりたいと思うと思ったら、よし、ジャンプしていこう。危ない、これはハンマーにやられると思ったけど大丈夫だったね。で一旦アイテムを取っておいて、よし、このまんまよし、オッケー。そしてゴールではないよね、オッケー、いいね。これはボスかなんか、うおー、マグマうわー、早いな。ちょっと待ってくれ、俺が先に行く、俺が先に行くぜ。マジか、取られたな。よし、これ結構こうね、差生まれたんじゃないかな、これで。よし、なんかゴールっぽいな、もうここでやられたらもうダメっぽいな、ここでやられたら危ねえ。待って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 、下なんかあるの、下何かあるの、大丈夫、とりあえず蹴っておく。でこんな感じ、あーなるほどね、オッケーオッケーオッケー、蹴っていったら大丈夫っぽい。で、このまま渡っていく。危ねえ、ナイス反射神経。待って、ルイージが来てる、ルイージが来てる、下にゴールがあったのは見えましたから、オッケー、よっしゃ、ルイージ来るんだ、ルイージ、いやー止まったくそ止まったんだ。
キノピコも待っておけばよかったな。はい、それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。今日はですね、カツ、ナミっていうのがまあまあ来てて、意外とね、まあ70か60ぐらいだったけど、結構レート増えましたよね。この調子でどんどん増やしていきましょう。この動画が良ければグッドボタン、そしてイオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。